マイタウ市川、今回のラインナップです。トピックスはこの3本をお届けします。特集は急病診療ふれあいセンターにオープンした機関型支援センターエクルをご紹介します。歩いて健康1散歩は情緒漂う寺町を巡るコースの第3弾。市役所の仕事を紹介するどんなかこんなか、今回は ISO9001 担当室です。みんな笑顔で市川体操のコーナーもどうぞお楽しみに。4日から10日まで文化会館で第57回市川市美術展覧会視点が行われました。視点は市川市、市川美術会、市川市文化振興財団が主催する市内最大の美術作品の展覧会です。昭和28年に彫刻家の藤野天功さんが市内の芸術家に呼びかけて設立した市川美術会の創立以来毎年行われています。会場の文化会館は美術作品の創作活動を行う市民の作品発表の場として、またプロの芸術家の作品に触れられる地域の芸術文化の中心として毎年人気を博しています。作品は日本画、洋画、彫刻、工芸、書の5部門で募集され、今年も例年並みの500点近い力作が寄せられました。中でも優秀な作品には各部門につき1作品に授与される市長賞や教育長賞など5つの賞が選考委員によって選ばれ、他にも市川美術会による会員奨励賞などが選出されました。今回日本画で20代の出展者による作品が市長賞を受賞したほか、工芸では筑波大学附属聴覚特別支援学校の学生の作品が教育長賞を受賞するなど、若い世代の作品にも高い評価が贈られた視点となりました。8日と9日の2日間、メディアパーク市川で英文サポーターズクラブの説明会が行われました。メディアパーク市川にある映像文化センターや文学プラザでは年間を通じて様々なイベントを行っています。こうしたイベントに来場者としてだけではなく、運営する側にも市民に参加してもらおうと、サポーターとなる市民スタッフを養成するワークショップを立ち上げました。それが英文サポーターズクラブです。初回となったこの日はメディアパーク市川のグリーンスタジオを会場に、ステージでの演出方法を見せながら映像文化センターや文学プラザの活動を紹介し、英文サポーターズクラブで学んでいくことなどについて説明が行われました。映像だけではなく、やはりイベントの部分にまで焦点を広げましてですね、そのスタッフワークを身につけていただきたいと思っております。英文サポーターズクラブでは音響や照明、大道具といったステージの技術だけではなく、脚本や演出、制作などイベントや映像制作に関する様々な役割の中から、メンバーが興味のあるものを中心にカリキュラムを組んで学んでいきます。また映像文化センターや文学プラザで行われる事業にも参加していく予定です。10日行徳支所から新井3丁目にかけて南行徳地区クリーンキャンペーンが行われました。このキャンペーンは押切、新井、福栄、新居浜など南行徳地区の循環パートナーが中心となり、街をきれいにするとともに循環パートナーの存在やその活動を多くの市民に知ってもらおうと行われました。循環パートナーは正式名称を廃棄物減量等推進委員といい、資源循環型都市市川の実現を目指し、市と共同してさまざまなゴミ問題に市民の視点から取り組んでいます。市川市にはゴミの最終処分場がないため、ゴミの埋め立て量を減らし、できる限り資源を再利用していくことが必要で、
地と市民のパイプ役として活躍する循環パートナーが重要な役割を担っています。今回のキャンペーンでは廃棄物量の削減を多くの市民に意識してもらえるよう、廃棄物削減を呼びかけるのぼりを掲げながら、行徳支所前から南行徳駅などを経由して新井三丁目上合館までのゴミを拾って歩きました。主に東京メトロの東西線の高架下や歩道の植え込みなどを中心にゴミを拾い、最終的には45リットルのゴミ袋およそ50個のゴミが回収されました。市では資源循環型都市市川の実現を目指し、廃棄物量の削減に向けた様々な施策に取り組んでいきます。以上、トピックスのコーナーでした。平成20年度、市では新しい障害者計画を立てました。こちらがその計画をまとめたものです。市川市障害者計画における障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人だけでなく、発達障害、高次脳機能障害なども含め、日常生活や社会生活を送る上で何らかの障害を有する全ての市民を対象にしています。この市川市障害者計画は、相談体制の整備、衣食住に関わるサービスの充実、地域生活への移行や継続を可能とする体制づくり、当事者自らの発信と市民の理解促進といった課題への取り組みを進めるために策定されました。そして今年度、新たに第2期市川市障害福祉計画が立てられました。障害福祉計画というのはまた別の計画なんですか？はい、名称が似ていますので少し分かりにくいかもしれませんが、はい、障害者計画とはですね、障害者基本法という法律に基づいて策定された障害者の方々のための施策に関する基本的な計画のことでございます。はい、一方、第2期市川市障害福祉計画はですね、障害者自立支援法に基づいて策定された法定計画で、今申し上げました障害者計画の中のですね、主に障害者の方々の生活を支援するための分野の実施計画として策定されたものでございます。はい、障害福祉計画の目的は何ですか？はい、大きく分けて3点ほどあります。一つ目はですね、障害者のニーズに応じた障害福祉サービス等の必要量を的確に見込んで必要な費用を確保するということでございます。はい、またもう一つですね、必要に応じてバランスの取れた基盤整備を促進するものでございます。はい、最後にですね、3番目として計画的に人材の育成確保を図るということが挙げられております。第2期市川市障害福祉計画では、障害者自立支援法に基づいて障害者が働いたり地域で生活するための支援を基本的な理念として、この5つの取り組みを重点的に推進する計画を立てています。相談支援の充実、サービスの利用のしやすさの向上、就労支援体制の強化と就労の促進、居住の場の確保、ニーズに対応したサービス提供体制の確保、長期入院から地域生活への移行促進、重点的な取り組みの中で一番の相談支援の充実、そしてサービスの利用のしやすさの向上という面については、もうすでに新たな取り組み始まっているようですね。はい、このですね、相談支援事業はですね、今後の障害者の地域生活を支援する上でですね、核となる事業であることからですね、市川市としてですね、相談支援体制の確立、また相談支援業務の拡大等ですね、課題となっているというふうに考えております。はい、
これらのですね、現在直営で行っている相談支援事業とですね、指定相談事業者であります民間事業者の方々にですね、担ってもらうことによりですね、より充実した相談支援体制の構築が行えると考えております、はい、障害に関するですね、総合的な相談窓口としてですね、機関型支援センターエクルをですね、はい、この度開設いたしました。エクルとはフランス語できなり、自然のままという意味です。どんな障害があっても住み慣れた街でその人らしく自然に暮らせる地域を作りたい、そうした思いがこのエクルという名前に込められています。このエクルというところではどんなことが行われているんでしょうか。はい、障害者やその家族、それから介護者、また関係機関等のですね、生活の支援に応じてですね、問題解決に向けて一緒に考え、必要な情報の提供、福祉サービスの利用支援、社会資源の活用、社会生活力を高めるための支援、あるいはですね、権利譲与等に関する支援などですね、総合的に実施していくためにですね、行っています。また専門的な相談支援を必要とする方へのですね、対応や福祉サービス事業者に対するですね、専門的な指導、それから助言なども実施するほかですね、障害のある方の住宅入居等の支援としてですね、賃貸契約に関する入居対象のですね、支援およびそのですね、手続き、それからその方たち の生活の継続的な支援を行っていくということでございます。まあ、今住宅の入退去の手続きなんてお話ありましたけど、まあ、例えばでこういう細かいところというのは、まあ、私たちなかなか気づかない部分ですけど、困っているという状況があるんですね。現実ですね、多くございます、はい、障害者の方に対する支援の窓口というのは市川市にはこれまでもいろいろあったかと思うんですが、これとはまた違うものって考えた方がいいんですか。今回のですね、機関型支援センターエクルはですね、障害の種別にとらわれずですね、はい、いろいろ種別ございますが、とりあえずこだわらないでですね、全ての障害に対して対応していくというふうに考えております。また相談支援といいますとですね、すぐに電話とかですね、メールでの対応になりやすいのですが、障害に関する総合的な窓口としましてですね、相談にご自宅に訪問するというアウトリーチ型を今回取り入れてですね、いわゆる出前式のですね、相談を行うということで、今回確立させていただきましたところでございます。なるほど。じゃあ本当にこう相談を受けたからこそ見えるものだけではなくて、実際に伺って、あ、こんなことがあるんだっていう発見もあって、また実践していくというか役立てていくことになるんですね。はい、そうですね。はい、まあ、それだけではなくてですね、窓口がですね、閉鎖された後もですね、携帯電話等へ転送されてですね、24時間体制での相談を実施しております。あ、そうですか。これは今までにはなかったことなんですね。はい、そうでございますね。はい、市川市の障害者福祉に関する事業は本庁舎1階にある障害者支援課で行っています。行徳支所では福祉課が窓口です。障害者支援課の相談機関として急病診療ふれあいセンターの3階には障害者地域生活支援センターがあります。相談やピアカウンセリングはもちろん、奥の部屋は市民も利用できるパソコンがあるほか、勉強会などの活動の場として使うこともできます。こちらは大和田小学校近くにある南八幡メンタルサポートセンターです。地域活動支援センターとして精神保健福祉に関する情報の提供や権利擁護などの相談支援をはじめ、ケアプランの作成、日中活動のプログラムの実施、地域との交流活動などを行っています。障害者の就労支援を目的に開設されているのがこちら、東大和田1丁目にある障害者就労支援センターアクセスです。このように市には
障害者支援に関する施設窓口があります。ぜひご相談ください。エクルにはもう相談は寄せられているんですか？はい、機関型支援センターエクルにはですね、はい、もう数多くの相談が寄せられております。相談の内容としましてはですね、住居に関する相談がとても多く、取り上げられておりましてですね、その辺が特徴だというふうに考えております。はい、まだエクルってスタートしたばかりだと思うんですけれども、今後どんな窓口にしていきたいとお考えですか？はい、先ほども述べましたがですね、はい、今回相談支援の第1弾としてですね、機関型を設定いたしましたが、はい、将来的にはですね、地域型支援センターの設置についてもですね、国の制度改正の動向やですね、はい、市川市としてのですね、高齢者福祉子育て支援、地域福祉等の仕組みにおけるですね、相談体制の等をですね、勘案しながらですね、相談体制の充実を図っていくことを今後の検討課題というふうに考えておりまして、はい、今回はですね、その第一弾という形で機関型のエクルを開設させていただいたということでございます。なるほど。この障害福祉計画の中で、21年度から23年度までってなってますもんね、はい、この後またじゃあ引き続きその状況等ですね、はい、社会情勢も勘案しながらですね、はい、さらにですね、充実したですね、支援体制を構築していくというのは我々の使命だというふうに考えております。はい、我々相談員はご自宅に訪問させていただき相談を行っていきます。一つ一つ丁寧に対応を心がけていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回は障害福祉計画とこちらのエクルを中心にご紹介しましたが、障害のあるないに関わらず、市川市には皆さんを支援する窓口があります。一人で答えが出せない時にはぜひその問題話してみてくださいね。以上、特集のコーナーでした。歩いて健康、いち散歩。皆さんこんにちは。歩いて健康、いち散歩のコーナーです。皆さん日頃歩いていますか？市内には豊かな自然と由緒あるお寺、そして文化資産がたくさんあります。市川の街を楽しく歩くことによって普段の運動不足を解消しようというコーナーです。さて、今回は前回に引き続きまして、市川ウォーキングマップの情緒漂う寺町を巡るコースの最後の回となります。前回は徳蔵寺からスタートし、ここ明覚寺までやってきました。今回はここ明覚寺からのスタートとなっています。それでは早速行ってきます。この辺りは寺町ということもあって、本当にたくさんのお寺がありますね。それぞれのお寺に特徴があって楽しいですね。明覚寺から約200メートル歩くと徳願寺があります。このお寺はもともと福岡庵と呼ばれた草庵で、埼玉県の正願寺の末寺でした。1610年に徳川家康の帰依により新しくお堂が建てられ、徳川の徳と正願寺の願の2文字を取って徳願寺の名が付けられました。また剣豪宮本武蔵にゆかりがあり、供養塔や武蔵が書いたとされる書など数々の寺宝が収められています。仁王像が安置された山門と、朝夕の時を刻む鐘楼と、明治19年に建てられた経蔵は市の指定文化財となっています。徳願寺を出て次の場所へと向かいます。この辺りはお寺が多いことで有名なのですが、古くからおみこし作りが盛んで、全国各地に数多くのおみこしが納められてきています。今も中台製作所でお
神輿が作られています。3年に一度行われる行徳の五花鳥祭りで威勢よく担がれる大神輿は県の価値ありです。このコースの最後のお寺、妙光寺に到着しました。妙光寺は戦国時代の1565年に建てられた一年宗のお寺です。1700年代に建てられたと言われている山門は昭和43年に市川市有形文化財に指定されています。市内では珍しいかやぶきの門で、数少ない江戸時代の建築様式を残している建物として大変貴重なものです。いかがでしたか？歩いて健康一散歩、今回は情緒漂う寺町を巡るコースの妙覚寺からここ東西線妙殿駅までを散歩してきました。今回ご紹介したコースは市川ウォーキングマップに掲載されています。保健センターで配布されているのでぜひご覧ください。次回は歴史と貝塚を巡るコースを散歩してきます。それでは次回もお楽しみに。このコーナーではさまざまな市役所の仕事を紹介していきます。今回ご紹介するのはこちら、 ISO9001 担当室です。 ISO はクレジットカードや乾電池などのサイズを統一して、世界中のどこにでも使えるようにした国際規格ですけれども、ISO の中には環境負荷低減について定めた14001や情報セキュリティを定めた27001などがありますけれど、市川市でもこれらのシステムを生かしてさまざまな取り組みを行っているところです。今回は、その国際規格の中でも、ISO9001 の規格を利用してまいります。で、市役所で行っているさまざまな事業を、市民の皆様に対するサービス業とした場合に、そのそれぞれの事業についての質を常に向上していく必要があることから、市民の皆様のサービスの向上について ISO9001 という規格を活用して参ろうと思っています。自治体においても市民サービスを含めた競争の時代と言われておりまして、近年の経済情勢の後退機運は財政状況の悪化にもつながっており、から市川市においても行財政改革の必要性が言われております。このような背景の中、 ISO9001 というツールを活用して、この一般的によく言われます PDCA サイクル、プラン、これは計画ですね、次に Do 実行からチェック、これは確認です、それから、アクション、見直しをするというこれらの PDCA サイクルを何回も何回も回すことによって、事業を見直ししていくことになります。 ISO9001 担当室はこの PDCA サイクルを活用して、次のプランにつなげ、このサイクルを次々と回していくことにより改善を行い、市民の皆様へのサービスの質をスパイラルアップするための仕組み作りを計画運用するセクションとなります。市民の皆様のサービス向上に向けて、努力してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。平成22年に行われる夢半島千葉国体で市川市会場の運営などをするボランティアを募集します。対象は4月1日現在18歳以上の方で、定員はおおむね300人です。国民体育大会担当室で配布している登録申込書に必要事項を記入し、夢半島千葉国体市川市実行委員会事務局ボランティア担当まで持参、郵送、ファックス、E メールで申し込んでください。登録申込書は
市のホームページからダウンロードすることもできます。新型インフルエンザ情報をお伝えします。市では市長を本部長とする新型インフルエンザ対策本部を設置し、感染予防対策を進めています。感染経路は季節性のインフルエンザと同様に、感染者の咳、くしゃみの飛沫の吸引などにより感染します。このため次のことを守ってください。テレビやラジオなどから正確な情報を入手し、冷静に対応してください。最も効果的な予防策であるマスクの着用、手洗いとうがいをしましょう。買い物などの外出を控え、多数の人の集まる場所に行かないようにしましょう。マスクの購入や食料、日用品の備蓄が必要です。今のうちから準備しましょう。感染に関するお問い合わせは、市川市新型インフルエンザ対策本部、または市川健康福祉センターまでお願いします。これから行われるイベントの情報です。次回5月23日からの放送は、子育て家庭の支援事業ファミリーママを特集します。次回もどうぞご覧ください。みんな笑顔で市川体操。はい、それではその場で歩きます。せーの、はい、膝の曲げ伸ばしです。 1,2,1,2。 最初はバタフライの手の動き、後ろから大きく前へ。あと3回いきましょう。肩をしっかり回します。はい、クロールの手で前に行きます。はい、背泳ぎで後ろです。平泳ぎの手で横へ移動ですよ。もう一回ずつ、はい、手を横に押し出してください。2回同じ方向へ、前を追動です。後ろへどうぞ。もう一回、駆け足とキックです。ボールを蹴るように、反対側も。はい、その場で駆け足をしましょう。辛い方は足を少し小さめに動かしてください。はい、ちょっと周り回ってきましょう。反対側、はい、戻ったら足を踏みます。スクワットを2回やってください。反対の足からどうぞ。はい、スクワット2回です。はい、ラケットを持ってテニス部です。スイングを大きく、反対へ。はい、最後はスイングだけ行います。 1,2 大きく回して、前をつっ、後ろ、もう一回走って前にキックです。戻ったら反対側も。はい、最後バランス動作、戻って反対の足です。ヨガのポーズで呼吸を整えていきます。反対側、はい、最後深呼吸ですよ。大きく息を吸って、はい、上で合掌、少し手を伸ばす、少し背骨を反らせて、まっすぐに戻ってください。はい、息を吐きながら胸元で合掌です。